タスクコマ

人間いやがいや常識のなさで言うと圧倒的にあなたの方がお前みたいな無神経チョちょんちょこまるのせいで最終的に困るのは誰だと思う答えてみろちょんちょこまるえー、っとそれはうるさいてかわしの声がうるさい近所迷惑になるわやめーごめんなさい 他人にも自分にも厳しい人だいやわし他人には優しいよどこがだよあのすみません金を飛ばさないように静かな声で話しますちょっとまず最初に大変失礼なんですがおじいちゃんはなぜそんな格好わしはただ久しぶりにスーパーへ買い物あ、あ、しまったそうですよね <laughs> ごめんなさいやっぱりおかしいなとエコバッグ忘れたいや服服はどうしたんですかえ、あ、え、え、やだえ、う えー、気づいてなかかったんですかうんちょっと寒いなとは思ってたんだがあれでも朝起きてすぐにパジャマから洋服に着替えて朝ごはんを食べてテレビを見ようとしてああの時脱いだ のままではばあさんがいたからこういうことにも気づけたんだが一人になるとなあ,あおばあさんはあのなんというか先にああかれこれ50年以上暗く苦楽を共にしてきたんだが去年の暮れにな音楽性の違いから離婚したんじゃわあ特殊どれもこれも香水のせいじゃよいや意味がわからないですブルガリのなドルガバじゃねえのかよいかんはがそれたとりあえず今すぐマスクをしろ取り返しのつかないことになってからでは遅いんじゃあ,あはい家に戻って取ってきますよしわかればいい。 人は過ちを犯しても、その過ちの中にある真の思いを胸に、悔い改め、過ちから立ち直り、その過ちのほんの一握りを、ええ、この出来損ないが早いけ今更だけど過去一でやばい人だな、このおじいちゃん。わしもとりあえず家に帰って、エコバッグ取ってこよういや、違うふくふくああ、そうじゃったそうじゃった。ふく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 。あ、あと家帰るまで言い続けてるから邪魔しないで。ふく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 ふふくふふっくふくふくふって何もう知らん本当に今日はいろいろとすみませんでした マスク忘れないように気をつけます。さようなら。ふ、これで一安心じゃ。まさかわしが未来の自分だなんて気づいてないだろうな。一人一人がしっかりと対策をして意識を高く持っていればこの大変な状況も早く落ち着くんじゃ。よし、それじゃあ一旦家に帰って。えー、なんだっけ。えー、あ、ククククククク。待ってろよ。エコバック。ポチッとポチッとポチ。 と登録ポチっとポチっとポチっと登録タコスコマタスコクマいいえタスクコマ